はい。知らんからいいよ。しゃべらない。はい。え？今ゲームやろうかな。なんですぐブロックすんのお前。な。おい。無視すんなよ。ね、あげといて無視。は？俺が何したんじゃん、お前。おい。それさっきも答えた。いや、何回も答えるのいいんだから。めんどくさいの。いや、答えてないんだけど、お前。何したの俺が。聞いてなかったけど。は？昨日時間かかって明日、でも遅くで。何したん？したあの私俺が何した大変になってそうです。無視すんなよ。おい。都合悪いから。録画でも聞き直すわ。え？じゃあお前言うてないやん。言うてないやん。何したん俺が。あのさ、自分で考えればいいでしょ。何回も伝えたんだから。え？伝わってないんだけど。伝わってないの自分で考えなよ。いや、わかんないから聞いてんだけど。全くわかんない。わかんないから聞く。で、それでわかったって言って、ね、治らないのは、そのせいなんだよ。自分で考える力がないから、何回も同じことをするの。は？俺何もしてないんだけど。じゃあ、そうやって思っとけばいいじゃん。何もしてないのに、お前がブロック入れたから怒ってるんだけど。何もしてないブロック入れるとかしないかな。じゃあ何したの？言ってみ？言ってみんじゃねえよ。考えるよ。お前。何を考えんの？やばいな、こいつ。あ、ユンの枠で喧嘩したから怒ってんの？な。ん？な。どこいう老人にならないといけないの？え、なんか言いたいこと言わしといてあげようかなと思って。みか。え？そう。いや、だから。しつこいんだもん、なんか。は？キモくないって。お前じゃん、しつこいな。は？ユンがいつ遅刻したよ。お前だろ。いや、このバカロケ、バカロケ、お前、コラボ上がってこいよ。お前、コラボ上がってこいよ、こら。はい。あの、ここ言うのはなんですけど。じゃ、こいつさ、文句あんのに、上がってこないじゃん。上がってきて言えないじゃん。文句あんのに、の前に、あんたが噛みついてない。噛みついてないよ。一人ごとだもんな、お前の言う。ちゃうちゃうちゃう。お前聞けや。今言ってさ、違う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 。違う違う違う。違う違う違う。こいつが先に言い出してきたから。いやいやいや、何も言ってなかったね。いや、俺のこと言ってきたから、言ったんだよ。お前これ、これ、時点でしつこいの、こいつやん。誰に言ってんの？お前が来てる時点で。うん？俺に言ってんの？お前なあ、しゃっくりおじさん、おい。そうじゃん。マサは言うに何をしたいの？マサが悪い。いいことしたならちゃんとよく考えてみて。そう。うるせえ。何もしないのブロックとかしないわね、ミカね。じゃあ何したん言うてみ。てか、そうそう簡単にブロックとかしないんだけど。じゃあ俺何もしてないから。何もしてないわけじゃない。言った、その時に。入れるよっていう時も言ったし、何回か。本当に確認しとけよって。何回も確認して。あ、お前が勝手に落としたんやろ、ガチャ切りしたんやろ、お前が。なあ。は？お前卑怯なんだって。じゃあ、お前ほんと卑怯なんだ。自分都合悪くなったらすぐ落としたり、ブロックしたりするやん。ガチャ切り？いや、その前になんか言うバンディーと喋ってたんだけど。バンディーと喋ってた？ LINE のトークで。しかも寝てたし、寝て起きてバンディーと LINE のトークしてて、そっ、何かガチャ切りの話になってんの。え、何の話してんの？あの、ここの枠での話してんの？お前だよ。枠の話してねえけど。枠でガチャ切りってさ、電話じゃねえんだから、うん。コラボ、
コラボ落とすよね、お前ね、都合悪くなると。都合悪くなるとじゃないんだよ。話にならないからだろ。はい、だから勝手に話してどうぞってことであげたんだけど。話にならない。なのにさ、話をしようとしないのは、お前。なんで話しようとしなきゃいけないの？お前。何回言ってもさ、同じことをさ、言ってさ、分かってユンちゃんごめんねとか言ってさ、結局分かってなくてさ、うん、なんかその時謝っただけとかって思ってるから同じことを繰り返すだけなんじゃないのっていうのは思うんだけど。そうそう、人に聞く前に考えるなっていうのだって、そうやって。え、49歳やけど、お前何歳なの？お前何歳なの？ 49 歳だけど、お前何歳なの？49歳でこんなことやってんの？お前人に、お前な、物事聞く前にお前自分のこと言えよ、こら。そういうこと、そういうことだけちゃんと言えてさ、お前さ、何言ってんの？言われるようなことしてんのお前なんだけど。何よく49歳って反対もなく言えたね。49歳でこんなさ、ことやって。うん。何？こんなことって何？意味わからないけど。こんなことだよ。なんか言ってもわからない。ね。言ってもわからない。厳しい注文したらダメだよ。だからマサは家に送られるよって。そうそうそう。え？何言ってんの？日本語。え？何が？だからさ、もうさ、もう落ちてくんな、ね、い、あげたけど。自分から落ちてくんない。じゃあ、解除しろって。解除しろって。しません。なんで？何々でこうこうこうでこうしちゃって怒らしちゃった。ごめんね。そこまで言ったら。それが。は？なんで俺が謝らなかんの？俺何も悪いことしてないんだけど。そうでしょ？何も悪いことしないと思ってるうちは治らないってことで、言うは解除はしません。だから悪いことしてないと思ってるんだから。今までもそうだったんじゃないの？悪い。ただ、さ、平謝りしてさ、悪いと思ってないから。平謝りなんかしてないんだけど、なんでそうやって勝手に決めつけたの？なんでそうやって勝手に決めつけたの？で、俺悪いことしてないんだけどって。あのねえ、あのねえ、相手が突っかかってくるからじゃん。そう、ミカ、基本はね、そこまで求めないんだよね。だけど、あまりにも同じことを繰り返す。うるさいんじゃ、ミカ。俺に話しかけてくんな、お前。これ、何回とかの回数じゃなくて、年数にわたっての話なんだよね、これ。年数、トータルしてさ、もうわかんないよ。は？は？なんて？年数でね。年数？何？年数って。だから、正論とかで話しかけてくんなって、お前。3、4年がどうした？3、4年がどうした？3、4年もね、何も変わらないで悪化だけしてってさ。何も変わらない。何も知らないじゃん、お前、俺のこと。いや、だから家に対して嫌だっていうこととか。コイン入れようか。あれ、大丈夫、大丈夫。ちっちゃん大丈夫。ありがとう。大丈夫だよ。じゃあ。うん、コイン入れた方がいいよ。終わらないから。なんでそういうこと言うの？入れて。え、ちっちゃん本当に大丈夫。いっぱい入れても。100何枚あるから大変だから大丈夫。ありがとうね、ちっちゃん。なんでお前が言うの？何回も何回も同じこと繰り返したから病気悪いんだろうって。そうそうそう。あ、同じことって何のことか、何のこと言ってるんですか？お前何知ってるんですか？お前誰なんですか？こら、お前。こら。そうそうそう。こういうところはやめて。僕のリスナーさん優しいな。ここまでまさくんのことを思っていてるのに。愛されて育ってきてないんだろうな。かわいそうに。そう、思ってくれてることに気づかないんだよ。うるさいって。うるさい！うるさい！ねえ、ちゅうちゃんね。うるさい！うるさかった。ボリューム調整しろや、自分で。
じゃあ、お前の、なんていうの、発言がうるさいってことなんじゃん。いや、だったら、他のとこ行けばいいじゃん。俺の話。なんで他のところに行かなきゃいけない。あ、間違えちゃった。お前のせいで間違えちゃったじゃん。ふざけんな。あ？合ってるだった。解除しろや、お前。しません。何か同じこと言われてたの。早く。で、しないって言って何？じゃあなんで俺だけが悪いの？おかしいやろ、お前。いつもいつも。な。あのさ、もうその時点で分かってないじゃん。怒られてる理由が。は？怒られてる理由が分かってない。なんで俺だけが悪いの？なんで、あ、お茶ありがとう、うん、仲間ちゃん。喧嘩両成敗じゃないの？あの、ね、喧嘩両成敗じゃないんだよね。言うは NG 入れるのに、なんで NG 入れるかっていうのもね、そんなんやったら入れるよって言って一回やめてくれた、うん、なのにまたやった。でも本当に知らんわ。またやったって何をやったたんですか？いきなり入れたわけじゃないんだよ。いきなり入れました。話を聞いてないからね、勝手に入れたって思い込んでるだけじゃん。ちゅーちゃん怒ってんの初めて見たって。そんなのさ、聞いてないからとかさね、どうでもいいじゃん。はどうでもいいだって。今度やばくない？聞いてないんだからもう一回言えばいいんじゃないの？お前聞いてないんだからもう一回言えばいいんじゃないのって、開き直りかよ。ふざけんな、お前。ちょ、今聞いてんだから、もう一回言えばいいんじゃないの？ねえ。だからね、もう一回言えばいいんじゃないの？お前は何でもかんでも人に教えてもらおうと思ってね。で、それで、ね、教えて直るんだったら。じゃ教えてもらおうと思ってじゃねえんだよ。お前な、理由があるからブロックしたんだろ？ねえ。それは何回も言ってんだよ。おい。だから何もしてないと思っとけばいいじゃんって。何もしてねえ。しないで済んだ。何もしてねえじゃん。何もしてなかったらブロックなんか入れません。人の話右から左へ流す、受け流すからだろう、ばっかって。そうそう。女の子の扱い方勉強すれば、ちゅっちゃん。そうだよね、ほんとに。ちゅっちゃん、ちゅっちゃん、あのね、違うのよ。うん、そうそうそう、ゆうきの言う通り、煽りが多すぎる。この枠はお前煽りをね、お前が何回繰り返してると思ってんのね。いや、繰り返してるからってね、煽っていいの？繰り返してるからってね、じゃないんだよ。人が話してんのに煽っていいのね。煽っていいのね。自分だって煽るじゃん。じゃあ、真面目に話してんのに、煽っていいんだね。真面目に話してもそうね。お前との真面目ってどこにあんだよ。は？お前真面目なの？ねえ。いや、どんだけ真面目にぶつく。は？ヒッキーのくせに。え？な。は？はじゃねえ。ヒッキーのくせに真面目。言ってない。もうお前、さよなら。もういいわ。お前と和解する気はなくなったじゃん。な、こういうこと許してもらいたいとか、話してもらいたい姿勢とは思わないね。けど、ちっちゃん、激怒。そうだよ。いいんじゃない？ほっとこう、なんか。バカじゃないの、こいつ。ほんとに。アホだわ。